白井三宅やと石文三宅は山東県の支配制度の一つ。全国に設置した直轄地を表す語でもあり、後の地方行政組織の先駆けとも考えられる。三宅は日本初期の表記。古事記、風土記、木簡では、頓荷、五宅,宅、三宅、三宅とも表記される。三宅も三宅と読まれることもあり、後に、軍家は氷の三宅。 五十公家が、里の三宅と読まれた可能性がある。三宅の三宅八宅は敬語、焼けは、家宅のことで、大和政権の直轄地経営の倉庫などを表した語である。それと直接経営の土地も含めて、三宅と呼ぶようになった。三宅は、直接経営し課税する地区や、直接経営しないが課税をする地区も含むなど、 時代によってその性格が変遷したらしいが、詳しいことは分かっていない。対価の改新で廃止された。三宅制度は土地支配でなく、地域民衆の直接支配である。管理の仕方や労働力は多様であり、三宅の経営は古墳の発達と関係しており、外観すると五世紀を境に前期三宅と後期三宅に分かれている。前期三宅は建造、 人間がさ以前にできたという伝承を持つ三宅であり、その設置地域は朝鮮半島を除ききない、またはその周辺部に限られている。例えば、木、木に見える山と、まむた、よさみ、淡路の三宅、はり国風土木に見える飾り磨く、さおかの三宅、木、木や、風土木に見える縮みみ三宅などがある。これらの三宅は大王自らの力で開発され、経営された。 例えば、山和宮家は、水人町や蛍光町に対応自らが設置したと、木、木に伝えられているもので、その地は、現在の奈良県四季郡三家町の地を中心とした一帯であると推定されている。この辺りの備高地に蔵としての三家を置き、周辺の低湿地を開発して伝とし、電磁都市、山和宮家を作った。五世紀頃であると考えられている。また、 大阪市住吉区阿鼻子辺りから松原市などに渡る一帯に、与さみ池を造成し、灌漑施設を作るなどして、与さみ宮家が作られた。また、宮家は王室の財産であり、直接支配する土地であった。中愛町に置かれたと言われている淡路の宮家は、伝寺ではなく大王の狩猟場であった。漁民や山民は直属の民として、狩猟での獲物や海産物を王室に収めた。 過去川の上流三木市にあったと言われている針間の宿見、三宅は在地の土豪押山づり細木を管理者として経営している。京大天皇22年九州にカスヤ三宅が置かれ、続く安官天皇期には関東伊勢の各地に数多くの三宅が設けられた。安官天皇元年には偉人三宅をはじめ10個ほどの三宅が、翌年には筑四国に実る葉三宅、 鎌見家の角宮家、報告に、遠見崎宅、桑原三宅、関東三宅、大伐三宅、和菓子家宮など20個余りの三宅が設置されたことが日本書紀に見える。古事記、日本書紀、風土記に記載されている三宅の一覧。該当の三宅が記載されている天皇の端別に、所在地域名と三宅名を記載。ありがとうございます。